はい、こんにちは、116ウィンズです。今回はですね、少し暗い話題になってしまうんですけれども、まあ大事な話だと思いますので、ぜひ最後まで聞いていただけると幸いです。現在ですね、 MLB では選手会とそれからオーナーの対立がかなり深刻化しておりまして、まあ開幕に向けて今両者協議を行っているところではあるんですけれども、まあ主にお金の面でちょっとこう折り合いがついていないと言いますか、まあなかなかですね、双方が納得できる案で今合意っていうところまで至っていない状況です。そのためですね、まあ開幕がちょっといつになるのかっていうところがまだ不透明な状況ではあるんですけれども、その裏でですね、ちょっとマイナーリーグの方がかなり荒れていまして、というのも5月末に差し掛かって各球団ですね、マイナーリーガーの大量解雇に踏み切っていまして、どの球団も平均して30人程度で、多いチームですとマリナーズやダイヤモンドバックスなどは50人それから60人規模で今マイナーリーガーの解雇に踏み切っている状況でして、最終的にはこちらの ESPN のジェフ・パッサン記者のツイートにも書いてありますけれども、1000人以上のマイナーリーガーが解雇されるのではないかというふうにも言われています。でこのニュースはヤフーニュースのトップにも上がっていたので、記事読んだって方も多いかもしれないんですけれども、なんで今このタイミングでマイナーリーガーの解雇に踏み切っているのかっていうところがおそらく疑問に思っている方も多いかと思いますので、今回ですね、なぜこのような事態になっているのかっていうところを話していきたいなと思います。でマイナーリーガーの大量解雇の背景を説明する前に、簡単にですね、マイナーリーグをめぐる現状について説明したいと思います。今回のですね、コロナウイルスの影響で MLB では現在ロースターが完全に凍結されている状況です。そのためですね、まあ、トレードですとか、まあ、選手の契約ですとか、まあ、そういったところは一切できないことになっているんですけれども、マイナーリーグに限っては必ずしもその限りではないこととなっています。マイナーリーグについても選手の契約ですとか、あとは選手を昇格降格させるっていうところは一切できないことになっているんですけれども、選手のリリース、選手の解雇は可能なんですね。そのため今回の選手の大量解雇っていうのは一応ルールにはのっとった行動にはなるんですね。でマイナーリーガーは現在ドミニカサマーリーグに参加している選手以外は1週間あたり400ドルの給付金を受け取ることとなっておりまして、でこれは5月末まで受け取ることが可能となっています。で5月末以降もですね、一部の球団では、まあ、6月ですとかマリナーズやパドレスについては8月末まで給付金の支給を延長すると表明している球団もあるんですけれども、まあ、一方でオークランドアスレチックスでは給付金は5月末で支給を終了すると表明している球団もありますので、この点については6月以降の対応が球団間で少し分かれてしまっているような状況ですね。この現状を踏まえまして、次からなぜ今大量解雇に踏み切っているのかというところを説明していきたいなと思います。はい、まず1点目は、今シーズンはマイナーのシーズンが行われない可能性が高い点が挙げられると思いますね。冒頭ですね、今開幕に向けて選手会とオーナー側が協議を進めているという話はしたと思うんですけれども、仮に MLB が開幕したとしても残念ながら今年はマイナーリーグのシーズンは行われない可能性が高いというふうに今見られています。そのため各球団は無理にマイナーのロースターを埋める必要がないんですね。もちろんマイナーリーグにはこれからメジャーの主力に成長する選手っていうのは、まあ、たくさんいるわけですけれども、その一方でマイナーリーガーの大部分はメジャーに昇格することなく野球人生を終えてしまうんですね。悪く言えばマイナーの試合を成立させるために契約している選手っていうのも多数存在するわけなんですね。ただ肝心のマイナーリーグの試合が今季はないとなれば、球団からすればそういった選手を雇い続けるメリットがないので、今回こういった事態になれば当然ですね、真っ先に首を切られてしまうっていうところがあるのかもしれませんね。実際ですね、今回球団から解雇を言い渡されている選手の多くはですね、メジャー昇格の目がかなり低い選手たちばかりですので、こういった理由っていうのもやはり影響しているのかなと思いますね。はい、2点目はレピュテーションリスクを考慮しての行動なのかなと思いましたね。レピュテーションとは評判を意味する言葉なんですけれども、冒頭ですね、アスレチックスが5月末で給付金の支給を終了するという話をしたと思うんですけれども、アスレチックスが給付金の支給を終了すると報道された時にかなりですね、批判されたんですね。なんでこんなタイミングで弱い立場であるマイナーリーガーの給付金を止めてしまうんだというふうにですね、やっぱりかなり批判にさらされたので、それを見た各球団がさすがに給付金の支給を止めるとまずいと、自分たちもアスレチックスと同じように批判される可能性があるので、給付金の支給は延長しながらも、ただそうは言ってもお金のかかる問題ではありますので、他のマイナーリーガーを解雇することでなんとかバランスを取ろうとしたんじゃないのかなと思いますね。もちろん選手の大量解雇ということで批判される可能性はあるにはあるんですけれども、
ただアスレチックスとは違ってちゃんとマイナーリーガーのことも考えて給付金は延長しますよということを表明すれば、少なくともプラスとマイナスの両方が存在することになりますので、アスレチックスのようにマイナスのイメージだけが先行するということは避けられるんじゃないのかなと思いますね。でさらに各球団足並みを揃えて同じことをすれば、一つの球団に非難が集中するということもまた避けられますよね。そういったチームのイメージ、チームの評判も考えての行動なのかなというふうに思いました。そして3点目はこちらのイラスト屋の素晴らしいイメージがある通りなんですけれども、まあ単純にコストカットなんだろうなというふうに思いましたね。冒頭でも説明しましたけれども、今1人当たり400ドル、1週間当たり400ドルの給付金を支払っている状況ですから、まあ、そういった選手を30人今回解雇すれば、1ヶ月あたり48,000ドル、日本円にしてだいたい500万円ぐらいのコストカットにつながるわけですよね。もちろん MLB の球団っていうのは選手の総年俸が100億とかそういった次元の世界ですから、まあ、500万っていうのは大した金額ではないんですけれども、ただ決して無視できるような金額でもないのかなと、削れるなら削りたいっていうような金額なのかなと思いますね。現状各球団全く試合ができていない状況ですし、また仮に開幕したとしても無観客での開幕が予想されていますので、収益は大幅に減少することが見込まれていますので、少しでもですねお金を削れるところは削りたいというふうには間違いなく思っていると思うんですね。でさらに MLB マンフレッドコミッショナーはマイナーリーグを将来的に削減、チーム数を削減したいというふうに表明していますので、いずれですね選手はどこかで削る必要があったわけですよね。なので今回のコロナに乗じて、まあ、選手数を削るちょうどいい機会が生まれたというふうに考えたチームもあるんじゃないのかなと思いますね。これはあくまで個人的な想像でしかないんですけれども、まあ、そういうふうに思ったチームもあるんじゃないのかなというふうに思いましたね。でここまでがマイナーリーガーの大量解雇につながった背景だと考えているんですけれども、ここからは完全に私の個人的な意見ではあるんですけれども、正直あまりやり方としては好ましくないのかなというふうに思いましたね。もちろん野球はエンターテインメント、興行ですからお金がないと成立しない部分もありますし、ビジネスなのでしょうがない部分ももちろんあるとは思うんですね。ただやっぱり球団の姿勢と実際にやってることがマッチしないっていうのがちょっといただけないなというふうに思っておりまして、球団としては給付金の支給を延長したりするなどしてマイナーリーガーも大切にしていますよっていうイメージをこう世間に植え付けようとしている中で、ただ実際にはマイナーリーガーを大量に解雇しているわけですから、言ってることとやってることがマッチしてないんですよね。ここが個人的にはすごくモヤモヤする部分ですね。もちろんしょうがない側面があるのはわかるんですけれど、やっぱりそのマイナーリーガーを救うためにマイナーリーガーを切るっていうのはなんだかなって思ってしまうんですね。で特に私はマリナーズファンなの皆さんご存知だと思いますけれども、マリナーズの行動が一番いただけないなというふうに思ってまして、マリナーズは先にマイナーリーガーへの給付金の支給を8月末まで継続しますというふうに発表して、私としてはすごく嬉しかったんですね。ちゃんとこのチームはマイナーリーガーのことも考えて行動しているなというふうに思ったんですけれども、ただ今日になって50人もマイナーリーガーを切ったんですよ。これは今のところマイナーリーガーの大量解雇を発表している球団の中でもかなり人数としては多い部類に入るチームでして、結局8月末まで給付金を支給するとさも手厚い支援を行っているように見せかけて、実際には他の球団よりも多い選手を解雇しているわけですから、実態としては手厚い支援とは程遠かったわけですよね。これはちょっとマリナーズファンとしても残念だなという印象を受けましたし、ちょっとこう球団の姿勢に苛立ちを覚えましたね。でちなみに他球団はどうかと言いますと、ホワイトソックスが6月まで給付金の支給を延長するとともにマイナーリーガーの大量解雇を発表したんですけれども、今回解雇された選手たちに対しても給付金の支給を継続すると表明したんですね。なので本当にマイナーリーガーも大切にしているというイメージを世間に対してアピールするのであれば、こういったホワイトソックスのような行動が求められるんじゃないのかなというふうには個人的に思いましたね。もちろん何度も言いますけれども、仕方ない側面があるのは理解はしているんですけれども、心情的にはちょっと許しがたいなと思ってしまうのが正直なところですね。そして気になるのが今回解雇されてしまった選手たちですよね。ベテラン選手であればもしかしたら MLB が開幕した際にまたロースター枠を確保する可能性はなくはないでしょうけれども、まだマイナーのクラスの低いところにいる若手選手などは本当にキャリア続行が困難な状況になってしまっていると思いますので、ちょっとどうなるんだろうなというところですよね。もちろん今回解雇された選手の多くは
遅かれ早かれどこかのタイミングで野球選手としてのキャリアを諦めなければならなかったと思いますけれども、それでも本来与えられるはずだったチャンスが彼らのコントロールできない要因でチャンスすら奪われてしまったっていうのがちょっとやっぱり残念ですよね。MLB は他のプロスポーツと比べて際立って傘下の選手が多いという特徴がありますし、それによって支えられているという部分もありますので、もしですね、今回解雇された選手たちの多くが野球選手としてのキャリアを諦めてしまうというような展開になってしまえば、今後ですね、野球界を目指す選手たちにも影響する可能性がありますので、下手したら今回の件は野球界の未来にも関わってくる問題になるんじゃないのかなというふうに思いますね。まあ正直なところちょっとどうすればいいのかっていうのが私自身の中でもちょっと答えはないので、野球界がですね今後どういう道を辿っていくのかっていうところは見ていきたいところですね。今回の話はここまでになりますけれども、ぜひですね皆さんの意見をコメント欄に書いていただければと思います。また今後もですね MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。